サッカーファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。本日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、アーゼット対グランです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中西さん、今日はかなり気温高いですね。いや、こういう日はかなり消耗が激しくなるんで、ペース配分には気をつけてほしいです。両チームの予想フォーメーションです。今日の主審はマーティン・オブライエンさんです。さあ、試合開始の笛が鳴りました。では立ち上がり、じっくりと見てまいりましょう。左サイドからのチャンス、主審がファールを取りました。さあ、この位置からのプレスキック。まずは今日リンデンベルク、中央にいる。堅い守り。ここはオタカ、そしてキュビリエ。さあ、今度は右から上がっていきます。アイセヘス、つないでラボヒート、右へ出した。グランデス、今日の立ち上がりご覧になっていかがですか。かもなく不可もなくといったところですかね。グランダーのクロス、危ない。さあ、グランデス、今日初めてのコーナーキックです。初めてのコーナーからのセットプレー。ゴール前へ入れた。ヘッドで小さくクリア。必死に守ります。ここぞというところにはしっかり寄せてますよね。前半も15分が過ぎました。アーゼットドリブルで上がっていく。シュートだ。うわー、入った。決まった。アーゼット先制点を決めた。アイセヘムス、前半始まってまだ間もないところ、場内が大歓声に包まれます。まだ立ち上がって間もないところ、いきなりの先制点になりました。調子いいですよね。アーゼットとしては少し余裕ができたんですよね。アーゼット早い時間から1点を先取しています。逆に相手はまだ時間があるんですが、なんとか早いうちに取り返したいですね。オフェンシブハーフ、マリー・ファンハーレン。ボールの奪い合い、スルーパス、中にパスが出た。ロングシュート、エルハタミ、豪快なシュート。いや、いいシュートでしたよ。あとはちょっとしたコントロールだけだと思います。そうですね。そしてここはハイセヘンス、回してエルハタミ。ここから、あっと、打ってきた。30分を回りました。そこからケイタ、スペースを使う。これ危険ですよ。ちょっと持ちすぎたか。ここはマリー・ファンハーレン。ライトバックキュビリエ、中へ。このスルーパスはタイミングが合わない。
アーゼット今のところ順調に試合を運んでいるように見えますがどうでしょう、うん、押してますよ。ただあんまりまだ流れ変わってませんよね。おっと狙ってきた。これはキーパーキャッチです。いいディフェンスです。そしてアリーファンハール、ロスタイムは1分ほどあります。つないでケイタ、右にさばいて、ここで前半終了のホイッスル。アーゼット先制して折り返しましたが中西さん、はい、リードしてハーフタイムで入ったことで精神的に立てると思います。そして前半終了時の後半戦が今始まりました。グランダス引き続き前半の勢いを見せてくれるんでしょうか。ハイセヘムス、エルハタミ、これはファールの判定。前仕掛けます。あ、これいいとこ抜けましたね。なんか誰もいませんね。後半立ち上がりですが中西さん、はい、このリードをより確実なものにするためにさらにゴールを狙っていきたいですね。このボールを蹴るのはアリーファンハール、狙った不十分なクリア、クリアしたボールはラインを割りました。コーナーキックになります。さあコーナーからの最初のセットプレー、さあ狙っていった、ファールです。ケイタ主審から注意を受けています。アーゼットいいところでのチャンスを得ました。そのまま狙った。時計は後半の15分を過ぎました。逃げ回して、そしてここはケイタ右へ縦に出して回して、ケイタボールは左サイド、ここで選手の交代があるようです。ボールを持っているのはラポヒート、今度は右から上がっていった、前に出した、ここは戻します。左から上がっていく、滑り込む、アーゼットちょっと勢いが落ちたような気がするんですよ。かもしれませんね。ただリードはまだ1点だけですからね。場合によって危ないですよ。左へ出した、ここからギレ前に送って、そこからジェローム・ルロア、まだ時間はあります。右へ出して、アーゼットスペースを潰します。ここはイウトン縦に送ります。スライディング。さあ後半40分を回りました。一旦キーパーまでボールを下げます。ジェローム・ルロア逃げます。これはファールを取られました。ロスタイムは約2分と出ています。ダイレクトで出す、パスが通った、あっと笛が鳴りました、ファールです。さあ蹴るのはカリエ、いい位置でフリーキックを得ました。ゴール、いや同点ですよ。おっと、しかしここはオフサイド、これはノーゴールということになります。オフサイドです。レフリーよく見てましたね。さあ一旦仕切り直されます。フリーキック、1対0、アーゼット1対0で勝利、踏ん張りました。中西さん、前半に1点が入り